社会経済学講義を始めたいと思います。第1回から第3回までは、Zoom で行います。はい。今日は、イントロダクションですね。まあもちろん国際関係そのものに、関心のある方っていうのは当然、学びたいということがあると思うんですけど、まあ国際経済とか国際経営という、まあそうしたこう、経済学部で、まあ、勉強する皆さんの関心が強い、まあ国際経済、国際経営ということを、勉強する皆さんにとって、まあ、どういう意味があるかということについて、まずご説明するのと、それからまあ今、国際関係でどういうことが問題になっているのかっていう、この、2点目でその説明して、その後、まあ、まあ、国際関係で、まあ、米中問題ですね。米中衝突の問題っていうことが、まあ、もちろん皆さん関心あると思うんですけど、そういう中で、こう、アメリカと中国における日本っていうこと、これをどう考えるのかってことについての、国際関係論の、ツールですね。これは後 BOP、これ以降 BOP と、省略させていただきますけれども、このツールに関しての、まあ、昔からの考え方、ヒュームの考え方から、それから、まあ、モーゲンソーのような、まあ、近代の、国際関係論の考え方、そして今、この10年ぐらい、焦点に当たっているような、ツールということについてのこう、まあ、認識の発展ということ、それを、まあ、今日、主に話をしたいと思います。ですね。なぜ、国際政治経済学を学ぶのかと。これが、まあ、今日のイントロダクションということになります。では、まあ、国際、まずですね、まあ、国際経済、まあ、この国際経済経営っていうのは、こう、大学の経済学部で、まあ、皆さん関心を私また勉強する中心になる、分野じゃないかと思いますけれども、こういうことを考える場合に、この国際関係論っていうのがどういうふうに、必要なのかということについて、まずお話します。それ、まあ、まとめると、政策リスクに関わるものがあります。例えばですね、ちょっとこの今年の出来事で言うと、まあ、夏前ぐらいですかね、こうミャンマーのこう、軍事クーデターというのがありましたけれども、例えば、まあ、ミャンマーにたくさんの日本企業がこう直接投資、まあ、工場建設などしていたことはこう、まあ、あったんですけれども、その主な動機というのは、それまでこう、中国であったりとか、あるいは、まあ、韓国、中国、それから、まあ、台湾などに、工場設置していた、企業というものが、だんだん、こう、そこら辺の地域っていう、中国などが、人件費が高騰してきたと、いうところで、こう、ベトナム、さらには、ミャンマーという形で、まあ、人件費が安く、比較的人件費安く、勤労意欲が高いところにこう投資してたんですけど、それが、ミャンマーのこう軍事クーデター撤退を余儀なくされる。これはまあ典型的な地政学リスク、ということになりますね。それがまずあります。ですからまあこうしたこう、これからまあ海外でのこう投資、あるいはその直接投資とか、特に直接投資を考える場合には、こうしたまあその国のまあ政治状況、含めてのまあ国際政治リスクというものをまあ念頭に置く必要がまああるということになります。で、二つ目には、まあ、今問題になっているところで、後ほど勉強しますけれども、米中衝突。また最近では、まあ、ウイグル、で、まあ、綿が、こう、気候か気候上、取れる、取れやすいんですけれども、そこに、まあ、日本の医療メーカー、例えば、まあ、ユニクロであったりとか、まあ、無印良品などが、そこで、まあ、ウイグルでの、まあ、安価で良質な、麺ということを、まあ、素材として、中間製品、材料として、まあ、
サプライ、供給を受けたわけなんですけれども、これに対して、まあ、これもまあ米中問題の煽りなんですけれども、ウイグル人権問題ですね。煽りなんですけれども、まあ、ウイグルで、中国政府がやっている、まあ、施策に対する、まあ、批判であったりとか、特に、まあ、人権問題、強制労働の問題に対する、まあ、批判というのが、まあ、アメリカ議会高まりまして、まあ、そうしたこうところで作っている製品ということを西側、のメーカーが作っていることに対する、まあ、批判が高まる。実際に、まあ、それに対する、制裁案の可能性なども出てきて、まあ、またヨーロッパではその、人権不買運動、民衆 の市民のところでそうした、まあ、ウイグル名を使っている、まあ、製品に対する、まあ、ブランドに対する、不買運動なども起こりました。まあこうまあ、その結果として、まあ日本のメーカーも、いや、例えば、いや、この、ウイグルの中でもそういう人権問題、強制労働問題に関わらないところで、まあ、供給を受けているというふうな説明するメーカーであったりとか、まあ、実際、そこからのウイグルからの、供給を停止するとか、まあ、そういう対応が分かれましたけれども、こうした、材料の問題ですね。材料、のことにかけても、まあ、ことほどその国際経済、国際経営というところに、こう、政治学リスクということがまあ存在するということになります。まあ、いろんな例たくさんあるんですけど、もう一つ挙げるとすると、国際経済最近こう問題になっているのは、ESG。エンバイラメント。ソサエティ。なんですよ。まあ、このエンバイロメント、まあ、昨日ノーベル賞を受賞した、まあ、真鍋、先生などもまあこれに関わる受賞なんですけれども、この環境ということが大きなか関心を、まあ、途上びてるわけなんですけれども、もちろんその環境経済学という分野もありますけれども、こうした環境問題などもちょっと国際政治の中では、例えばパリ協定、トランプの2月とバイデンの報告と、こうしたまあ国際関係 IR、国際関係も、まあ、今後 IR というふうに呼んでいきますけれども、こうしたものが非常にこう、密接に結びついていると、ですから、まあ皆さんがこう国際経済、経営ってことを考える場合だと、まあ、それぞれの中でこう美しい理論、国際経済にも国際経営にも、まあ、美しい理論、分析手法、分析のアプローチってあるんですけれども、ちょっとまあそういった考え方とは別のアプローチで、実際にこう国際政治っていうものがこう国際経済どのような影響を及ぼすのか、国際政治と国際経済ってどういう関係にあるのかということを、まあ、勉強するのがこの社会経済学での、まあ、私からすれば、まあ、社会っていうことは特に国際政治っていうことで、中心にまあ考えるということで、国際政治、社会、社会、そうですね。ちょっと行きますと。まあ、この社会という社会経済学によって、まあ、この社会っていうようなことについて、まあ、特に国際政治、ということを入れて考えて、社会経済学入門ということでやっていきたいと思います。それで、まあ、皆さん、こう、国際関係に関心の、強い方、あまりこう関心ない方もされると思いますけども、差し当たり、今、この2021年秋に、大きな問題になっている領域っていうのは、まあ、大体4つぐらい。ですね。まあ、この2020年秋、10月初旬段階ということで、国際関係について、まあ、どう、国際情勢ですね。どういうことが問題になっているかということを、まあ、対別するとこの4つぐらいあるんじゃないかですね。まあ、アメリカ軍の、まあ、アフガンからの撤兵と、それから、まあ、中東が、まあ、どうなるか。例えば、まあ、イラン核合意。で、米中関係に関しては非常にいろんな問題があるんですよ。まあ今で言うと、中国の TPP 加盟申請。その後でもう少しお話します。中国、まあこれが台湾問題ですね。そ
それから、まあ、まあ、北朝鮮ミサイル問題、台湾、香港、それから、まあ、ウイグル、などの問題でしょうか。台湾、香港、ウイグル。まあ、それ当然、その尖閣問題。日本では、尖閣。まあ、いろんな問題があります。5G。それから、まあ、中国。米中関係だけでものすごく多様な問題があるので、こう、ちょっと書ききれないですけれども、こういった、こう、米中関係に関わる問題群、そこにおける、まあ、日本のポジションということをどう考えるのかという、まあ、その、分析ツールの紹介ということを今日の、今日の講義の中心にすようと思っています。それから、まあ、コロナと国際政治権、これもまあ、まあ、これも結局、米軍アフガン撤退っていうのも、対中戦争に、まあ、リソースを割くためですし、この米中新冷戦というものと、まあ、コロナ、ワクチン外交、それから、まあ、コロナ禍での、まあ、経済。まあ、結びついていますので、まあ、まあ、まあ、なかなか難しい問題ですと。それから、まあ、ドイツ総選挙が、もう、まだ結果は出たんですけれど、今、これ連立交渉が、始まっていて、比較的、まあ、メルケルの後に、まあ、社会、まあ、割、こう、中道左派政権になりそうな、こう、流れなんですけど、これはどう見るのか、あるいは、まあ、ブレグジットっていう、イギリスの EU から離脱交渉っていうのが、まあ、出てきますね。その、ドイツ、イギリス、それから、まあ、まあ、ドイツとフランスっていうのは、こう、離脱立場にいますので、で、まあ、ドイツと、アメリカと、中国というものは、オーストラリアと同時に、オーストラリアと一緒に、アウカスと言いますね。アウカスという、オーストラリア、UK、US で、まあ、オーカスという、まあ、同盟を結んで、これ今、オーストラリアに潜水艦を販売すると。これに、まあ、フランスが、こう、もともと、オーストラリアに潜水艦を売り込むことになっていたフランスが、起こると。こういうふうな、こう、オーストラリア、屈辱、イギリス、アメリカ、それから中国、いくつかの主体が、こう、交錯している状況なんじゃないかというふうには、まあ、思われます。ここの、イシューを見ますと。で、もちろん、こう、すべてを一気に理解することができないので、まあ、そういった問題について、それ、まあ、特にこの後期の授業では、まあ、その4つの問題について、まあ、比較的、こういうふうに見たらいいんじゃないかという視点を出す、まあ、説明しようと思うんですけれども、まあ、一番中心にあるのは、まあ、やっぱり米中の、こう、冷戦の問題であるということになりますので、ちょっとこれを考える視点ということを、お話しします。で、その中心になるのが、先ほど話しました、ね。まあ、これは、テキストで指定した国際政治理論で言いますと、大柴先生の BOP で言います、やつで言いますと、ですね、第一章ですね。今日は、すでに入手した人には、助手を読んできてもらうことを説明したんですけれども、古典的リアリズムの理論というところでの、来週やるところですね、古典的リアリズムの理論について、説明したいというふうに思います。けれども、説明しますけれども、BOP。教科書すでに入手された人は、ページで言うと、そうですね、5ページ、を見てもらいたいんですけれども、5ページ、今手元にある人は見てもらいたいんですけど、まあ、なくても大体書きますけれども、ですね、国際関係論っていうのは大きくこう、2つの、まあ、X 軸と Y 軸ということでありますけれども、大体この3つの、サークルっていうことですね、この5ページのサークルで言いますと、うん、まあ、私のイメージで言うと、まあ、リアリズムという考え方と、リベラリズムという考え方。それから、まあ、このリアリズム対リベラリズムっていう、この対比っていうのが、トゥキディデス以来、まあ、有史前から、まあ、ずっとこう、国際関係をこう、を考える視点として、まあ、対抗してきたんですけれども、そして近年になって、こう、近代になって、こう、アイデンティティとか、コンシャスネス、意識のものですね。の問題を、
考えるような、そういう、こう、潮流というのが出てきました。で、まずこのリアリズムと、こう、リベラリズムの違い、リベラリズムの違いっていうことを明確にする必要があるんですけれども、私はこのように考えています。まずちょっと、アイデンティティの視点をとして、まあ、これはプラトンの考え方なんですけど、まあ、リアルという、その実在するものと、観念、イデアっていうものがあると。いうふうな、考え方、分離の仕方を、こう、まあ、プラトンだけじゃなし、その当時の、こう、20世紀、紀元前後の、人たちは、まあ、考えたんですけれども、どちらかというと、このリアルという、リアリズムっていうのは、こう、現実から出発して、イデアに接近しようとする。これが、まあ、リアリズムという、考え方である。それに対して、リベラリズムというのは、イデアから出発して、リアルに接近しようとする見方。まあ、こういう対比として考えたらいいんではないかというふうに、まあ思ってます。まあ、このことの意味っていうのことは、また改めて話すんですけれども、そうですね。例えば、毎週、だから、環境問題考える場合でも、望ましい社会ということを、まず頭の中に描いて、それに接近するために現実をどういうふうにこう改善していったらいいかっていう、そういう、シュッドみたいな、そうですね。こちらで考えるのはシュッド。まあ、この世界はこうあるべきだ。まあ、平和が保たれるべき。平和で、まあ、各国同士が、こう、平等対等な国際関係であるべきだとか、その理念として、まあ、例えば国際連合、まあ、第一次大大戦を経て、まあ、国際連合、あるいは人権宣言のような考え方が生まれてきたんですけど、こういう、シュッドの世界ですね。これが、まあ、リベラリズムということになります。それに対して、リアリズムの場合は、まず現実から出発して、この場合 B ですね。B 同士。まず現実はこうであると。だからこの問題をどう解決するのかっていう、そういう、こう、考え方ということになります。で、だから私からすると、こう、リベラリズムというよりも、アイデアリズム。という方が、まあ、より、こう、まあ、私の理解からすると、こう、現実、用語としては近いような気がするんですけれども、まあ、国際関係論の中心であるアメリカの学会においては、こうした考え方というのはリベラリズムという、いうふうにまあ呼ばれています。と同時に、この、リアリズムと、リベラリズムの対立ということになりますと、どちらかというと、こちらが、共和党。それからこちらが民主党。ということになるわけですね。ですけれども、ちょっとここで注意した方がいいのは、アメリカの民主党、まあ今、バイデン政権って民主党なんですけれども、まあ、議会も上院下院も民主党ですし、大統領も民主党なので、まあ民主党が、民主党の時代ということになるんですけれども、このアメリカの民主党の考え方っていうのと、日本で言うと、こう、まあ、リベラル政党ということになると、まあ、今、まあ、野党連合を構成している国、党で言うと、どちらかというと、どちらかというと、まあ、憲法を守って、こう、憲法を守り、それから戦争に関与しないという、まあ、そうした、考え方の人たちが多い、まあ、リベラルと言われる人たちなんですけど、ちょっとこう違うんですよね。リベラル、アメリカのリベラルっていうのは、リベラル民主党外交っていうのは、そうした、まあ、アメリカ以外の国々のリベラル。例えばさっき言ったそのドイツでのこう、緑の党とか、まあ、SPD、社会民主党のようなところと、ちょっとこの趣が違いまして、結構このアメリカ民主党っていうのはこう謎の政党なんですけれども、どちらかというと、まあ、世界構想を作ってきたのが、アメリカの世界構想を作ってきたのが、歴史的に見ると、まあ、フランクリン、デラノ・ルーズベルト政権のような、こう、民主党政権、それから、まあ、クリントン政権っていうのは、こう、まあ、こう、うん、世界をこうルールに従ってやろうと。共和党の場合はむしろ、こう、問題解決しようというリアリズム思考で、例えば、
あの、フィッシンジャー外交ですね、有名なのは。まあ、このフィッシンジャー外交が、まあ、あの、中国の台頭を促したという点では、まあ、最近ちょっと戦犯扱いされているような気もするんですけれども、それまでこう、米ソ対立と。キッシンジャー外交とは1972年の米中国交回復、で、まあ、キッシンジャー外交、ニクソンショックと呼ばれるんですけれども、ニクソン大統領でニクソンショックと呼ばれるんですけれども、その上で、まあ、アメリカとソ連っていうのが、こう、共産主義陣営対、自由主義陣営ということで、こう、争っていたわけなんですけれども、まあ、ちょうどその時、1960年代に、それぞれの陣営の中で、こう、一種の相対化、危機が始まるわけです。まず、まあ、アメリカとフランスをめぐる、アメリカとフランスの対立、そしてソ連と中国の国境紛争と、というものが、こう、1960年代に、始まって、いたわけです。で、こういう状況に直面、こういう状況で登場した、まあ、ニクソン共和党政権と、その国務長官だったキッシンジャーというのは、いやいやと。ここを結んだらいいんじゃないか。そしたらこのソ連っていうのが弱体化するというようなこうあの大、まあ、外交の枠組みを大転換あのしたのがまあキッシンジャー外交で、これはまあそれまでのこう、一種米ソ冷戦っていうのはこうイデオロギー対立だったものをこうリアルポリティックにこう、転換したまあ非常に大きなあの画期だったわけです。ですので、まあ、これがまあ、この米中関係のこう出発点、今、現在の米中関係出発点に、あるわけですね。まあ、この、先週ですか、台湾空域に、中国の戦闘機がこう、多数、侵入すると、という事態がありまして、それに対して、こう、アメリカ側が、アメリカ、台湾が非難したところ、いや、中国、台湾っていうのはこう、台湾独立派っていうのは、こう、台湾独立、っていうのは台湾問題というのは中国の国内問題であると。で、この時に作られた、このキッシンジャー外交の時に作られたのが、ワンチャイナポリシーですね。それまで、中華民国、台湾の中華民国が、まあ、国連の、ポストを占めたんですけど、それを認めず、中華人民共和国が、まあ、国連安保理に入るというような形で、その中国を代表するのはこう北京政府だけであるということを認めたのも、まあ、この中身ということになります。ですね。まあ、これなど一種 のバランスオブパワーというところでは非常に典型的な事例ということになるかと思います。じゃあ今日、これ次はですね、その BOP に関して、その理論的にこう、作り上げた人は誰かというところで意外な人物なんですけれども、デイビッド・ヒュームというと、まあ、哲学者というイメージが、強いんじゃないかと思いますけれども、実はこの、国際政治論、国際関係論だけじゃなくて、国際経済学でも、非常に大きな役割を果たした人物です。まあ、アダム・スミスとまあ同年代で、まあ、非常にアイデアをこう交流したというふうに、言われています。ヒューム、哲学者としてのヒューム、まあ、論ずる、知識は、まあ、あまり、足りてる気はしないんですけれども、まあ、国際経済論、IR との関係で言うと、先ほど言いました、こう、シュッドとか、マストとか、そういう、因果関係っていうのではなしに、あくまでこう、存在するもの、B、あるいはその起こるもの、オカーというふうな、ものとしてこう捉えるべきであるというふうな考え方をしたのが、まあ、ヒュームの特徴ではないかというふうに、まあ、考えます。で、ちょっとそのことから、その因果関係において、こういうものであるというこのメカニズムを探求して、均衡メカニズム。まあ、均衡っていう概念は、この、経済学でも非常に重要な、概念で、まあ、バランスといっても、エクイバレンスといっても、まあ、大体同じ意味で、使っていいと思うんですけれども、まずその国際経済とか国際関係において、均衡ということを、こう、初めて適用したと言ってもいいのではないかというふうに思われる、人です。それで国際経済の考え方では、国際収支論ですね。ですね。これは国際経済の授業で、おそらくこう、ごく最初のところで学ぶ、勉強するよう、国際金融に関するところ一番最初のテーゼ、なんですけれども、
プライススピーシーフローメカニズムといいまして、まあ、長期的、あ、これ、なんていうかな、あ、すみません、これ日本語で言うと、成果流出に向こう。成果というのは、まあ、技術上金の子ですね。で、これを開発したのが、まあ、あのヒュームということになります。まあ、18世紀ですね。ちょうど、まあ、フランスからイギリスに、こう、経済の覇権が移る頃に、こういう考え方をしたんですけれども、今の国際経済の、あ、国際収支論っていうところで、最初はまずこれを、こういうのが、その、ありましたみたいな感じで、例えば、その、国際貿易で言うと、その、リカードの、非課税施設が説明されるように、まあ、国際、金融ところにいては、国際金融、国際収支においては、まず、この、まあ、ヒュームの成果流出の機構論ということが、説明されるはずです。ですけど、まあ、これは、まず大事なのはこれを発明したのは、ヒュームということでして、しばしば他の、クルーグマンの国際経済の教科書を見ますと、これはリカードが発明したというふうにこう書いてありますけれども、実はリカードより前に、まあ、ヒュームが、開発したものを、こう、リカードが受け継いでいるというのが、ちょっと一つトリビアですね。なんですけど、まあ、最初にこういうふうになるはずなんだけれども、こういうなって思っていて、だけど実際にそれが本当にこう機能するかどうかということについては、まあ、お茶を濁す、人が、教え方をする人が多いような気がします。ちょっとこういうふうな、こう、まあ、キューブの場合は自分の中の頭、想像するだけにこの想像してみると、因果関係だとこうなるはずだっていう、そういう議論が多いんですね。国際関係論におけるそのバランスのパワーでも、国際経済論における、まあ、成果流出の機構でも、そういうところがあります。ちょっとこの中身、この、成果流出の機構論の大雑把な中身について、説明します。これノート取ってもらえますかね。この、成果流出による機構論、成果流出による機構論で、長期的には貿易収支が均衡するという、まあ、テーゼなんですけれども、まあ、貿易収支、まあ、黒字国と赤字国というのが、まあ、当然発生、分かれるわけなんですけれども、そしても金融本位制においては、その黒字国にこう金が、その決済のために流入すると、逆に赤字国ではこう流出すると、そういうことになりますと、黒字国においては、まあ、貨幣量、金の量が増加し、他方赤字国においては貨幣量が減少するという現象が起こるはずだと、まあ、こういうふうにヒュームは考えます。で、そしてその、貨幣数量説という、まあ、こうそれを、まあ、後にフィッシャーが定式化したものによると、まあ、物価かける生産量というのは、まあ、貨幣数量、かける貨幣流通速度という、これも、まあ、批判の多い、高等式なんですけれども、まあ、それが前提するとして、まあ、オドパニとは貨幣量が増加すれば物価上昇するはずだと。赤字国においては貨幣量が減少するので、物価下降するはずだと。そうした場合に、もう一回そこで、その状態においては、こう、その、まあ、黒字国 A 国と赤字国 B 国というのが、の貿易関係というのは、まあ、物価が上昇する、ということは、為替高になるはずなので、輸出が減少し、輸入が増加するはずだと。他方、他方赤字国 B 国というのは、物価が上昇する、為替が、まあ下落するので、こう輸出が増えて減少、輸入が減少するだと。そのことによって、まあ、黒字国と赤字国の、黒字赤字の、差異というものはこうバランスして、長期的にはバランスしていくはずだと。いうのが、まあ、ヒュームのこう国際収支論ということなんですけど、まあ、実際にそれが、どの時期に当てはまるか、あるいは、まあ、現代においては、アメリカみたいに、まあ、経常収、まあ、小売収支が、まあ、恒常的に、まあ、赤字という国の国をどう見るかとか、そういう問題が、あるわけですね。まあ、国際経済においては、ヒュームはこういう、こう、一種の、こう、貨幣のこう分布ということに関する、バランス論ということを、考えました。で、もう一方、こう、IR、国際関係論において、彼が言ったのが、バランスオブパワーという考え方です。ちょっとすみません。まあ、ここからが、今日の、中心の議論なんですけれども、ヒュームのバランスオブパワーっていうのは、日本でこう、最初、まあ、おそらく最初に、高く評価したのは法学部の高坂教授ですね。
これがまあヒューの勢力均衡論っていうのをピックアップしたと言っても、いいんじゃないかと思うんですけれども、まあそのヒュームによると、まあこの、それまでの、まあ、ウェストファリア体制っていうのは、1648年からですね。まあ、これがあったのかなかったのかという議論もあるんですが、で、ヒュームによると、まあ、バランスオブパワーと、というと、まあ、これ、普遍的、要するにこう、ギリシャ時代って、例えばその、各、都市国家、アテネであったりとか、スパルタであったりとか、まあ、様々、都市国家がこう、合従連衡を繰り広げる、まあ、中国で言ったら、まあ、春秋戦国時代みたいな、状況だったんですけど、まあ、その場合だと、こう、バランスパワーっていうのが存在すると。まあ、これ、バランスパワーっていう言い方そのものは、ヨーロッパ的な言い方ですけど、まあ、東洋史、中国史などをこう、好きな人は、まあ、例えばその春秋時代のこう、合従策、連衡策みたいなものは、まあ、まあ、典型的なバランスオブパワーのを使ったこう、国際関係ということになるかと思います。で、そして帝政ローマっていうのは、ヘゲモニーないし、まあ、帝国の論理。こういう、こう、支配的な大国がいる時期っていうのは、これは、覇権安定論っていうのは、教科書の方で第2章、3章くらいで、2章かな、であるかと思いますけれども、そういう論理と、こういうバランスオブパワーの論理っていうのは、まあ、こう、異なるというのが一つの、着目点になるわけですね。で、ウェストファリア条約っていうのは、まあ、30年、1000、まあ、これは、社会史を取っても取らなくても、まあ、知ってることだと思いますけども、1618年から48年の30年戦争、キリスト、あの、まあ、カソリックをベースにした国々と、プロテスタンスをベースにした国々の、まあ、争いが、あって、まあ、それが、ウェストファリア条約、1648年によって、まあ、調停されたということなんですけれども、まあ、勝ったのはやっぱフランスと、スウェーデンですね。フランスとスウェーデンが勝って、ドイツがまあ負けたというのが、まあ、大まかなこう戦争の勝敗なんですけれども、このウェストファリア体制の下で、まあ、バランスオブパワーが結局のところ働いて、1713年までこう、まあ、ウェストファリア、30年戦争をによってこう築かれたフランスの優位というのは徐々に、削がれていっているのは、1713年までの、スペイン継承戦争によって、まあ、フランスの大国が、まあ、抑止されたというのが、まあ、この、ウェストファリア条約における BOP ということになりますね。で、この教訓というのはいかにどういう意味があるかと言いますと、アメリカっていう、今のアメリカっていうものが、ヘゲモニーという、ポジションから BOP に、まあ、今のアメリカっていうのはこう、ヘゲモニックなステートであるのか、それともこうバランスオブパワー、にシフトしているのか、これを見極めることが、日本が、まあ、東アジアでどういうポジションを占めるかということは非常に大きな、意味を持ってくるという意味で、こう、ヘゲモニックステイトと、こう、バランスオブパワーっていうことの、この二つのロジックを、からちょっとこれを次説明したいと思います。モゲン荘の国際政治、まあ、国際政治に関しての、こう、対著っていうのは、こう、モゲン荘の国際政治、今言わない文庫版で常駐ゲートあるんですけど、まあ、これは、一番こう、古典というふうに言って、過言ではないものだと思うんですけれども、これの中間のところにこうバランスオブパワーについて、まあ、かなりの、ものをされています。まあ、それがその、ヒュームのこうバランスオブパワーと違うところを、発展させたところを中心に、まあ、解説します。ですね、モーゲン荘の国際政治では、このバランスオブパワーに関して、大きく2つのパターンがあって、1つの直接的対抗というものと、競争、コンペティションという2つの、言い方してるんですけど、まず単純に言うと、こう、調節対抗っていうのは、こう、A 対 B みたいな感じですね。敵対する2つの国、あるいは2個の同盟が、こう、直接的に、こう、対抗するような、あり方を指しています。で、そういう場合は、こう、大体、こう、現状維持、ステータスコーステイツと、現状打破、リビジョニストステイツというふうに、こう、対抗関係が生まれると。例えば、まあ、ナポレオンのロシア遠征の場合だと、フランスは、まあ、
ヨーロッパをと、ヨーロッパ大陸を、まあ、西ヨーロッパをほぼ統一し、ポーランドまで、まあ、侵略し、さらには、まあ、ロシアまで、こう、象徴に収めようとした、わけですよね。まあ、そのフランスの場合は、この場合、ナポレオンっていうのは、こう、現状打破を求めたんですけど、ロシアはこの現状維持を求めたと。ステータスクオのフランスと、リビジョニストステート、リビジョニストステートの、フランスと、現状維持の、まあ、ステータスクオのロシアというような場合です。で、まあ、他にも例としては、これなども、まあ、現状、まあ、1931年から41年の日本の、中国に対する、行動であったりとか、まあ、1941から45年の枢軸国の、連合させた要点は、それぞれ、まあ、現状打破を求めて、まあ、まあ、その戦争をしたんですけれども、結果としては、まあ、この EX123 の場合ですと、現状打破勢力、リビジョニストステートっていうのが、まあ、敗北していると。バランスオブパワーのメカニズムの中で、まあ、敗北している例ということで挙げられると思います。で、まあ、今の中国、日本、アメリカと中国の対抗関係っていうことを考える場合には、まあ、この、A と B の対抗でなしに、まあ、その間に、こう、韓国であったり、北朝鮮、日本、台湾、それから、まあ、東南アジア諸国、オーストラリアなどのような、こう、間に、こう、ある C の要素っていうことが問題になってくるのは、これが直接対抗 A 対 B ではないもう一つのこう競争のパターンになります。イギリス19世紀のイギリスとロシアのグレートゲームというのは、まあ、今アフガニスタンからもこう中国アメリカ系が撤退しましたけれども、まあ、この地域っていうのはこう、まあ、インド洋へのこう進出、まあ、ロシアはこう、インド洋にこうインド洋までこう進出して、まあ港を持ちたいというのと、まあ、イギリスはこうインドを保持したい、インドを、まあ保持したいという、まあ、この2つ の世界帝国の思惑から、まあ、こう中東その、イラン、アフガニスタン周辺地域というのは、19世紀イギリス対ロシアのこう、非常にこう地政学的なこう戦いに巻き込まれるわけなんですけれども、その中で、まあ、一番、焦点になったイランですね、なんですけど、まあ、両方から、まあ、外交的な手段、あるいは、まあ、圧力、あるいは、まあ、双方、まあ、イタリアの場合、イランの場合と双方から政府借款であったりとか、だったりとか、民間投資。まあ、イランはなんとかして、イランの、独立を保持しようとするんですけれども、こういうイギリスとロシア双方からこう、圧力がかけられるというところで、どうやってこうイランが独立を維持しようとしたのかというところがこう、モーゲンソーの分析になるわけなんですけれども、この時に、まあ、単にこう C 国に対して働きかけるだけじゃなしに、ロシアはこの、イギリスからイランへの動きに対して関与しようとすると、これの抵抗、まあ、こういったところでこう、まあ、A と B の間でこう C、B はこの A に対 A のこの、イギリスからロシアに対するこう、関与に対して、まあこう、圧力をかけたりすると、いうことになりますね。まあ、こういう、まあ、これは、こう、この三国パターンになる。まあ、さっきはその、二国モデルです。二国、A 国と B 国が直接、A 国と B 国ないし、A 同盟 A と同盟 B が直接対決する直接対抗のパターンっていうのは、まあ、割にシンプルなんですけど、これにこう、第三国 C というのが入ってくると、間に C 国が入ってくると、タクティクスが非常にこう、複雑化していくということです。で、そのバリエーションっていうのは、こう、まあ、これはもう、モーゲンソーの国際政治、に非常に豊富な例が載ってますので、というか、まあ、大体ケーススタディばっかりなんですけども、国際政治、モーゲンソーの国際政治は。面白い例がたくさん載ってるんですが、例えば分割支配としては、フランスの対独政策っていうのは、こう、ドイツ統一前に、まあ、ドイツの統一っていうのは、こう、フランスにとっては一番の脅威なので、まあ、統一しようと、例えばその、トロイセンを中心に統一するか、あるいはこう、オーストラリアも含めてこう、大ドイツにするかとか、そういうことのこう、時にこう、巧みにこう、ある国にその反対勢力を煽って、こう、分裂、ずっと分裂してるようにしようと、したようなフランスの政策だったりとか、ソ連の冷戦期の政策のように、まあ、東ヨーロッパと西ヨーロッパを分断するような政策を取ったりとか、まあ、そういう分割支配。そして代償としては、まあ、ポーランドに対して、こう、オーストリア、プロシア、ロシアっていうのが、まあ、第一次、第二次とあるんでしょうけど、そのポーランドをこう三国で分割していくというようなこうやり方であったりとか、まあ、軍備増強、それから同盟、このバランスあってまた改めてやると思うんですけれども、
ルイ14世からのフランスであったりとか、第一次大戦前の10年間ぐらいのイギリスの考え方っていうのはこう、同盟をせずにこうアービテーターとしてこう動くということですね。ちょっとここら辺まではこう先ほど今日整理しますと、ヒュームの古典的な、バランスオブパワー論、それからこう、近代こう国際政治関係、国際政治上の、タイトルである、盲元層の、バランスオブパワー論という、これが、2つ目の画期ということになります。で、さらに、この20年来進んでいる、米中対立ということを考える場合に、これをさらに発展した考え方っていうのは、ネオリアリズム、の、非常にこう、政策研究が進んでるわけですよね、アメリカで。そこの辺のエッセンスっていうことを、多分今日説明できると思うんだけども、説明します。実際に、こう、バランスオブパワーの考え方、リアリズムのバランスオブパワーの考え方っていうのを受け継いだ、ネオリアリズム。というのは、米中対立をどう見てるのかっていうことで、ね、で、その中でもポイントとしては、考えるべきポイントとしては、オーカス。クワッドっていう、これをどう見るか。オーカスっていうのは、オーストラリアで、ね、それからクワッドっていうのは、日米、豪印。私は今、昨日考えて、西太平洋のこう重層的な、同盟戦略、このアメリカの戦略の背後にあるものは何かということと、じゃあ今直近ではこう中国の TPP 加盟。この二つの問題、じゃあなぜ、例えばその、第二次大戦前の日本に対して、ABCD 包囲網、アメリカ、イギリス、カナダ、D は、オランダですね。という形でこう、日本を包囲したように、なんちゅうか、そういう、中国を包囲するということに関して、こう、やるのにつまり、こっちオークスの方に、日本は、入れないのはなぜかという問題と、それから中国はそれに対してこの TPP 加盟申請ですね。という手を打ってきてるんですが、これに今、どう対応するのか、困ってる人が多いと思う、政策担当者困ってる人が多いと思うんですけれども、結構妙手ですね。なかなかのこういい手だと思うんですけれども、このアメリカ側の動きと中国側の動きっていうことを、どう見るか。どう見るかというところにおいて、私が注目したいのは、クリストファー・レインの、オフショアで、クリストファー・レインという、ネオリアリズムの論者の一人の、クリストファー・レインという人のこう、オフショアバランシングという戦略をアメリカは使っているということを説明したいということです。で、彼が批判するのは、要するにそれ前のエクステンデッド・ディタレンスという拡大抑止というのをすでにもう、10年ぐらい前にもうアメリカはやめるべきで、オフショアバランシングっていうふうにこう転換するべきだっていうふうに言ってるんですよ。これが大体、に従ってるのではないかというふうに思います、アメリカは。ですからそのトランプ政権の登場とか、こう、バイデン政権への交代とか、政権交代あるんですけれども、大きな流れとしては、拡大抑止、こう、ヘゲモニックな、先ほど言いました、ヘゲモニック。から、BOP ベースにも西太平洋におけるアメリカの、プレゼンスというのを転換してきているということに、注意する必要、この2つの問題を考える場合に、注意する必要が、あると、と同時にこれはどういうことかというと、核兵器じゃないということはこれにかなりセンシティブな問題が入ってくるんですけれども、日本のポジションということに関しても、この、拡大、アメリカ拡大抑止で考えるのか、オフショアバランシングで考えるかによって、だいぶこう、ポジション変わってくるんですが、ちょっとそういう違いということを、説明して、あと終わりたいと思います。で、日本、今までの日本っていうのは、こう、デフォルトの戦略としては、アメリカが守ってくれるから、我々は心配する必要がないと、これですね。というのが、この日本のこうデフォルト戦略なんですけれども、もし、アメリカとしては、そういうのは結局こう、このオフィシャルバランシング戦略で、来週もう少し、このオフィシャルバランシングから説明しますけれども、将来のユーラシア大陸で起こるかもしれない、大国間戦争からアメリカを隔離する必要があるということですね、そのアメリカの意図としては。
それから、アメリカが信頼性を守るための戦争を戦ったり、従属する国家のために不必要な戦争を行わなきゃならないということを、避けると。そして、アメリカの国際システムにおけるアメリカの相対的パワーポジションと、戦略的行動自由を最大化すると。と同時に、ここからすると、日本の責任を譲渡する戦略だけだし、こういうことになるわけですね。そういうことの中で、例えばその韓国であったりとか、ベトナムであったりとか、そうしたこうアメリカと中国に挟まれた国々っていうのはバランシングっていう、対抗戦略。中国に対抗するという戦略か、あるいはそのバンドワゴンというアメリカ、中国に追従、バックパスター責任転嫁。この組み合わせ、このどれにする選択か、その組み合わせになるかという、そういうことをこう、やってきていると。そういう中で、例えば韓国などは最初はこう、数年前までは、バンドワゴン、中国に追従する政策をこう中心にやったんですけれども、それがうまくいかないということで、徐々に、日韓日米に、回帰するような、そういう感じになっているかもしれませんけれども、ちょっとこういったことを、西太平洋においてこう、中国対アメリカとの対抗関係の中で、日本はどう考えるのかっていう、どう対応するかっていうことを考える上でも、こういう IR、IPE、IR のこうツールっていうことは、有用であると。で、今日はそのバランスを、そのリアリズムの、ツールとして一番強力なこうバランスオブパワーについて、ヒュームの考え、その創始者であるヒュームの考え方、それから、モーゲンソーの考え方、それから、近年の、ネオリアリズムのこう、論者の中でも、クリストファー・レインの、オフィシャーバランス論ということで、展開を、整理したということが、今日の講義の中身です。はい、今日の講義はこれで終わります。